はい、どうもこんばんは、いつきんです。1週間ぐらいね、サボっていたんですけど、決して、サボっていたわけではなく、見てください、アレンシアを、貫突しました。めちゃくちゃ大変だった。見ての通りですね、天空石が3万ぐらいあったんですけど、9500と、だいぶね、減りました。もうカロショップでお金もなくなるし、お金がなくなった後はもうショップで直でしおりを買って回す時期で結構大変でしたね。3体目まで、天井が続いてマジでへこんでたんですけど、なんとかねその後は盛り返してだいたい50連ぐらいで引くことができたので、まあだいぶね使ったんですけど、僕は満足です。ただですね、決してねこれ貫突しないと弱いとかじゃなくて、全然貫突しなくてもいいんですけど、まあ、具体的に言うと貫突してないアレンシアと貫突しているアレンシア、後でまたステータス見せるんですけど、今のステータスがこんな感じなんですけど、貫突しないとですね、この生命力がだいたいマイナス1000ぐらいなるだけです。なので、決して、真似しないでください。僕はねアレンシアお気に入りだったんで、もうどうしても、貫突したかったので、したんですけど、あくまで、趣味の範囲なのでね、あまり無理しなくてもいいと思います。僕はしおりがなくなってしまったので、この先、どう生き残るのかちょっとわからなくなってるんですけど、また頑張って貯めていきたいと思います。というわけで今回アレンシアを使っていきたいんですけど、まあいろいろね、試してみました。装備は、こんな感じでスピードセットにしています。やっぱりですね、使ってるとあまり鈍足だとほとんど動けないので、スピードセットが一番僕はいいと思います。まあ、ちょっとねスピードまだ遅いんですけど、まあ、200ぐらいあったらも一番いいんですけど、ちょっとそれまで盛ると、耐久力とかがなくなってしまうので、まだちょっとねいろいろ考えています。ちょっと防御力が低いので、もう少しね1300ぐらいあると、いいと思います。結構でもこのステータスで使いやすかったので、まあ、しばらく、これで使っていこうかなという感じがしています。そして異物なんですけど、今回ですね、この琉璃の鎧、これがねベストだと言われてるんですけど、まあ、これとあとこれ、チャンピオントロフィーですね、これ限定異物なので持ってない人もしかしたらいるかもしれないんですけど、効果命中率が上がるのと、スキル1で攻撃した後に、確率でスタンを付与するという効果がついているので、まあ、スキル1を、かなりね使う英雄なので、わりかしいいんじゃないかということで、ちょっと試しで今回使ってみた、戦いもあるので、ぜひ見ていってもらいたいと思います。というわけで、動画の方見ていきたいと思います。はい、ではまず一つ目から見ていきたいと思います。こちらの編成は、アタッカーはアレンシアだけ、あとはナイトと、プリストで固めた編成になります。この編成が想定する相手は、今回のお相手のような全体攻撃が多い、編成になります。全体攻撃が多いと、必然的にこちらのアレンシアの、心眼の、発動期待値が上がるので、割と安定して戦えます。ただ今回はですね、バサールの、ゲージダウンが見事全員に入って、全て、相手の方からスタートになったので、かなり耐えれる、耐久力が求められます。そして今回相手に、水着ベローナ入っていますね、なのでこちらは、ロエンナと、そしてアレンシアで対抗していきます。属性相性が木属性なので、氷属性に相性がいいので、割とですね回復負荷を入れられてもあまり HP 削られないにくいという特徴もあります。まあ、今回はね、ミスヒット全く出なくて全部直撃食らってるんですが、なんとかギリギリ、耐えれているという感じですね。さあ闇川の攻撃も全て受け切って、あとはこちらのターンですね。ただ、強化負荷を入れられていたので心眼が発動していませんので、心眼が発動するまでもう少し、我慢していきます。そしてラス君ですね、まあ、この英雄はもうどの、英雄とも相性がいい、さすが主人公なので、とりあえず入れとけという感じですね。まあ、特にアレンシアであれば、ラス君とアレンシア
交代交代に防御バフを使えるので非常に耐久力が上がります。さあロエンナで、HP をマックスまで回復し、こっから神眼も入っているので戦っていきます。本力を使って防御ダウン率を上げ、闇川に、はい、ワンパンですね。いや、この追撃が非常に気持ちいい。そして、防御バフがですね、ワンパンで倒すことで防御バフが切れていないので、アレクサが発動した闇川の一撃も、耐えていきます。HP ほとんど減ってませんね。あ、そしてラス君の連携とも相性が良く、連携をつけることで、まあ、ラス君の防御ダウンもあるし、アレンシャの防御ダウンもあるので、比較的、連携で防御ダウンをつけることも、たやすいという感じになっています。なのでアレンシアと組むときは、連携が使える英雄だったり連携率の高い英雄を使うと、防御ダウンの後に連携してくれたりして、結構火力が伸びます。ただ、使ってて思ったのが、本当に相手に、全体攻撃がいないとですね、なかなかアレンシア狙ってもらえないので、心眼がですね、やっぱ 50% という、ちょっと期待薄い確率なので、やっぱり全体攻撃が多めにいないとですね、ちょっと使いづらいなという感じがしています。ただまだね、専用装備とかがアレンシア来ていないので、そのあたりで、保管してくれるんじゃないかなと。期待しています。さあ再び心眼状態になっているので闇川を取っていきます。この追撃が気持ちいい。さああとはこうなってしまえばですね、バサール、闇瀬し、そして最後に水着ベラナを倒していくという感じになります。はい、再び、心眼が発動しました。闇瀬しに、打って、この場合ですね、ちゃんと追撃は別の英雄に飛んでくれるのでここも、いいところですね。攻撃は無駄になりません。あとは SSB だけになったので倒して終了になります。非常にですね防御力というか HP が高いので、安定した耐久パーティーを組みやすくなったのは、いいところだと思います。はい、では2戦目を見ていきたいと思います。今回はですね相手火属性の入った編成になります。こういった火属性が入った編成にもアレンシアは非常に有効なので、もし見かけたら試してみてください。ただ最近はね、まあ、カイロンぐらいしか火属性使ってる人いないのかなという感じなのでちょっと使いづらい、状況ではあります。さあそして、チャールズが結構早いですね。心眼が、発動しているんですが、チャールズ、このバフが厄介ですね。攻撃バフと、防御バフ、これでチャールズの耐久度がぐんと上がるので、せっかくですね心眼発動しているんですが、ここは、スキル3、アレンシアはですね追撃のみならずスキル3もかなり強力で、このようにですね強化効果をすべて消すことができます。これもアレンシアの強いところなので、今みたいにね、面倒なバフをつけられたら消していくという選択も、全然ありだと思います。さあちょっとカイロンの火力が、予想より高くて、危なかったんですがなんとか回復が、間に合いましたね。さあ、心眼発動しませんでした。ここで発動できればね楽だったんですが、そしてはい、スタンしましたね。これは何かっていうと、今回、異物をですね、チャンピオントロフィーにしています。チャンピオントロフィーは、効果命中率が上がったりとか、あとスキル1を使った時に相手をスタン状態にするという効果があってですね、割と、まあ、アレンシア使ってて結構使えるんじゃないかという気がしたので今回試しで使ってみました。割とスタン入れてくれるので、まあ、ない選択肢としては、まあ、ありかもしれないかなという
感じがします。まあ、ただね、そんなに確率は高くないので、チャンピオントロフィーのスタンを期待して、使うっていうのはちょっと危ないかもしれません。今回はね、うまいことチャールズに刺さって、チャールズの動きをほとんど止められたのはでかいと思います。さあ、あとはリリアスを処理して、終了となります。このように、火属性相手だと、割とね、結構僕のアレーシア体力低いんですが、頑張って耐えてくれました。はい、では3戦目になります。相手の編成は最近流行りの、ロエンナ闇セシ、セリス闇レタ、オペレーターセクレットとか SSB を、警戒した編成になっています。これに今回、光ファジス、モンモランシー、アレンシア、そして CC バンダで攻めています。まあ、一応アレンシアの紹介動画なんですけど、今回のアレンシアの使い方は、バフ消しと、相手に防御弾をつける役割になっています。デバッファーの動きですね。そして火力はワンダに任せるという感じになっています。ちょっとワンダが目立ってしまうんですけど、ご了承ください。最近ね、コメントで結構 CC ワンダの装備が知りたいという方がいたので、今回改めて使っているという感じです。闇レタに対してはですね、かなり強く出れるので、結構闇レタの処理に困ってる人は、CC ワンダおすすめです。もちろんね、メリッサとかいたら楽に取れるんですけど、いないという人はね、この比較的入手のしやすいワンダを使うといい感じに戦うことができます。ワンダのいいところは何なのかっていうところなんですけど、クラスチェンジすることでですね、スキル1が命中プラス 40%、 スキル3が命中プラス 70% されるスキルツリーがあるので、闇レタに対してスキル3を必中で当てることができます。さらにですね、今ね敵に2つついてますが、標的バフという、デバフがあるんですけど、これを相手につけることで、ついた相手は回避率が 15% ダウンして、ダメージが 15% アップするというデバフになるので、これをつけることができれば、もうほぼ避けられることはありません。闇カルとかがいたら可能性出てくるんですけど、そこはですね、異物とかでカバーすることで闇レタに必中で攻撃を当てることができるので、かなりおすすめな英雄になっています。と喋ってる間に倒してしまいましたね。まあ、あんな感じで結構ダメージも、標的のデバフのおかげでダメージが 15% 伸びてるので、結構ね6000とか7000ぐらいダメージが出るので、まあ、割と火力は低い部類なんですけど、それでもね HP の低い闇レタには、刺さるという感じになっています。さらにね、アクションゲージを上げるという効果もあるので、割と行動も早いと。そしてスキル3のチャージも早いですね。もうポンポン打てるので、相手をどんどんスタンスさせて、行動を阻害することもできます。なので、今回のような相手のアタッカーが闇れただけっていう場合はですね、かなり使いやすいので、まあ、あとはね、一人ずつ倒していくという感じです。さあ、防御ダウンをつけて、標的デバフもつけると、ワンダのスキル1でナイトに対してもこれぐらいのダメージが、出ます。非常にね火力、結構このデバフを組み合わせると強いので、使ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。アレンシアね、ちょっと確かに今の環境はですね、動画でも言った通りちょっと使いづらいところがあるんですけど、やっぱり PVP よりかは、ギルド戦ですね、闘技場というよりかは、ギルド戦で結構使いやすいと思うので、またちょっとギルド戦でね使えたら、動画の方上げたいなと思います。というわけで装備の方を、見ていきたいと思います。アレンシアはこんな感じで、各装備見せると、ちょっとねまだ90装備にしてないこの武器、これちょっと納得いってないんで、ここをちょっと変えたいところですね。もう少し抵抗率を盛るか、クリダメと生命力がついたやつにしたいと思ってます。
で、頭はこんな感じですね。これは結構満足ですね。かなりいい出来なんじゃないでしょうか。そして鎧も、こんな感じ。これもね、僕結構お気に入りですね。割とバランスよく伸びて、繰りだめが一番伸びたっていう感じですね。そして首輪なんですけど、これはですね、僕はもうクリティカル発生率、絶対おすすめです。クリティカル盛るのがめちゃくちゃ大変なんで、これで無理やり、上げてあげると、このようにね、ステータス、割と、盛れるのでおすすめです。指輪はこんな感じですね。これも、まあまあ、抵抗率と繰りだめ伸びたんでいいと思ってます。そして足もこれですね。足もまあ、ちょっと攻撃力 5% が気になるんですけど、まあいいかなという感じですね。結構ね、満足いった装備。あと武器だけをね、なんとかして、クリティカル率が 94% で 6% 足りないと結構ね、クリティカル出ないことがあるんで、この辺をちょっと、なんとかしていきたいところですね。そして、今回、万能解決士バンダ、CC バンダですね。意外にですね、前回使ったところを、ステータスが知りたいという人が意外にいて、ちょっとびっくりしたんですけど、僕のやつは今こんな感じで使ってます。前回コメントでお答えした、ステータスとちょっと変わってるんですけど、今はこんな感じにしてます。まあ、各オプションはこんな感じですね。まあ、基本ですね、スピードをなるべく持った方がいいと思います。あと、命中ですね。なので、僕は、クリダメ、命中を、持った、あと、スピードですね、を持った装備をつけてますね。で、首輪は、安定のクリティカル発生率と。これでもね、クリダメ230とか、90装備にしたら250ぐらいはいけると思うんで、首輪は、まあ、クリー率の方がいいかなと思います。指輪はこんな感じですね。足はこんな感じですね。ちょっと足はね、妥協品なんで、ちょっとオプション悪いんですけど、こんな感じで使ってます。で、異物なんですけど、今回ね、ちょっと導きの光ずっとつけてたんですけど、ちょっとお金がなくて、帰れませんでした。本当は、まあ、この絆の象徴、新しいギルド異物ですね。これめちゃくちゃ強いんで、交換してない人はぜひ交換してみてください。これか、あとは、ミスコンフィール。ちょっと今別のやつにつけてるんですけど、ミスコンフィールで、防御ダウンをつけることで、火力が、上げやすくなるので、ミスコンフィールとかも、ありだと思います。はい、というわけで、アレンシアの紹介と、あと CC バンダーでした。またね、ちょっとこれからもアレンシア使っていきたいと思うので、いいのが取れたら、また上げたいと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。